はい、どうも皆さん、こんにちは。一旦ね、ほがらか堂のやつも、今、撮影し終わったんでね、一応15時過ぎたんで、1レースもね、もう完成今日終わって。とりあえず、最終的にね、銀ちゃんのレースのオッズだけ見て、ちょっと稼げばね、行ってこようかなと思います。まあ、とりあえず先に言えることはね、ワールドクイーン、寺島優斗騎手、やっぱりダメでしたね。多分、あの子、もしかしたら競走馬としてちょっと危ないかもしれないですね。まあ一応今回走った距離が川崎で、まあとりあえずね、1004だったんですけど、まあ、かっこいいじゃね。まあ過去の成績見ても、あんまりね、いい成績じゃないんでね、まあ未だに未勝利と。まあもしかしたら、競走馬としてこれからギリギリか、本当に短距離の馬にね、専念するしかないですね。まあいっそ川崎で一回900でも走らせてみてどうなるかって、感じのますかね、ワールドクイーンに関しては。とりあえずね、本題の方行きましょうかね。で、今日のね、一応、おいでよ、湘南に飲み杯 C1 3組特別競走、出走12頭、10番バルミーゴ、9番バルミーゴーラ、疾病ため出走取り消しております。1.2倍。1.2倍？嘘でしょ？ああ、じゃねえけど、ああだ。マジかー、1.2倍かー。最悪。とりあえず、オッズ見ていきましょうかね。なんも言えねえよ。とりあえず単勝1番人気は8番銀ちゃんで、お !2 番人気に7番のシゲルシチ来ましたね。3番人気が、一応12番のね、本田正成騎手の黒ひげ。4番人気が10番ティーメロって誰？ 誰は失礼か。ちょっと出走表もついでに出しましょうかね。誰10番ティーメロって。あ、石崎貴之騎手か。これ飛ばしましょう。で、5番人気がリコーモラーヌ、マシュマ大好き騎手。ドナーディは8番人気まで落ちましたね。副賞で言うと4.1倍なんで、まあ、美味しいところですかね。まあ、でもちょっと銀ちゃんが来た後、しげる社長驚いたな。まあ、JRA 高級初戦だからか。ちょっと3連複最終的に行きましょうかね。1番人気が4番、8番、12番で、ドナーディ、銀ちゃん、黒ひげか。で、逆にね、これ5番が確か、マシマ大輔騎手かな。仮に、8、12、7だとした場合、一応19.9倍がついてますんでね。まあ、ちょっと3連単にしましょうかね。一応ね、これまだ15時、今18分、16分現在のね、オッズになりますんで、最終的にね、今日の10年殺走時刻が8時50分ですんで、あと5時間半ありますんでね、オッズは100%変わりますんで、ご了承ください。一応ね、銀ちゃん、黒ひげで4番、5番ですね、人気は。で、4号から12、12と。で、8、4、5。で、12から、13番、多分これ、的場踏みですね。で、8番から4番、5番じゃなくて、逆に5番、4番で、8番、12番、7番で44.4倍と。これ逆に8番、7番、12番だったら、あ、これか、86.5倍か。となると、最悪これ8番、7番から4番、5番来たらいくらつくんだ？ 847 で、71倍なんでね。ちょっとオッズ検索しましょうかね。オッズ検索の方が早いな。どういうんだっけ？3連単のこのやり方を知らないんで、ああ、まあ、うぜ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 、言うこと聞け。3連単。あ、倍率指定しかできないんだ。軸場でフォーメーションみたいに検索できたらありがたいんですけどね、一発。とりあえず8番からいきましょうかね。8番、銀ちゃんから、7番、しげるシャチに流した場合、4番、なんか戻ったな。4番、ドナーディで、こうか。8番、銀ちゃんから、7番、シゲルシャチ流した場合、4番、ドナーディで、105.7倍。5番、なんだっけ、7倍。まあいいや。マシュマ大輔騎手で、118.2倍。で、あれか。12番、黒ひげで86.5倍なんで、まあ、7番がね、JRA 高級初戦っていうのがありますんで、ちょっとどんどん書かれます。まあ、俺はね、812から、5812で457812って言ったんだよね。まあ、最終的に。まあ、これでちょっと7足すかどうかちょっとわかりませんけど。85から流したとき7番でいくらだ？85から流したとき7番で89.7倍か。まあ、それでも美味しいっすね、全然。まあ、85来たときに4番で41倍、12番で29.4倍。いや、これ逆に5番より4番の方が今現在は人気ありますね。
8番、4番、5番で 31.6 倍。8番、4番、7番、71倍に、8番、4番、12番、21.8 倍と。8番、12番の場合は、4番 13.7 倍、5番 19.8 倍、シゲルシャチで 44.4 倍のオッズが出ておりますんでね。まあやはり、8番、12番がね、軸でいいんじゃないですかね。副賞 1.0 倍に関しては俺知らないですけど。マジで 1.0 倍見てくれよ。せめて100円にして。110円にして。せめてもお願い。どう考えたって 1.3 倍で 1.0 はないでしょう。俺1000円買う気満々だったのに。はぁ、あ。まあでも2番人気は今ね、シゲルシャチになってるんでね、7番の。うん、1.4 倍から4.9倍。で、黒ひげで 1.5 倍から5.6 倍。まあこの後どんぐらいオズが縮まるかっすね。まあちょっと6枠ね、バルミーゴーラが出走取り消しちゃったんでね、ちょっと枠服とか枠単のオズ悪いっすね。まあほんとバルミーゴーラがあったらね、もうちょっとね、馬単とかよりはね、オズ、まあ高くなるだろうかなと思うんですけど、まあ多分枠単の方がオズいっすね。馬単で8から流したときとあれ見てみましょうかね。馬単で、8番から流した場合、8番から黒ひげ 4.1 倍、4番で 7.1、5番 7.9、シゲルシャチで 15.2 倍なんで、これを枠に戻しますと、3枠、4枠、5枠か。8枠から、1、2、3、4、5、6、7枠か。1,2,3,4,5、 あ、銀ちゃん6枠か。6枠から、4番ドナーディと5番リコーモラーヌで 4.1 倍で、あれですね、黒ひげがいる8枠で 4.7 倍と。あー、つかねえ。で、シゲルシャチのいる5枠で 13.6 倍か。つかんなこれ本当につかんな。やばくね、もうちょっとついてよくね。マジか。思ったよりオッズいいな。生まれんで 3. 何倍とかねえよな、さすがに。出たー、3.5 倍。1番、12番、3.5 倍。58、6.8、48、7.7。78ですら 22.9 倍か。か、わかん、あれ ?8 の値でおまたいくつだ ?8 の値で 15.2 倍だから、生まれん今のところ美味しいんだ。78で 22.9 倍か。まあ、オッズなんか地方なんかコロ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 変わるんでね。うん、まあ、銀ちゃんが200万になるか、70万になるか、40万になるか、微妙なところだな。まあ、でも思ったより本当に黒ひげのオッズがね、上がらなかったんで、下がらなかったんで、ちょっとこれに関してはまあ想定外ですかね。まあ、黒ひげなら前走のね、12番の、なんだっけ名前、あの国語厩舎の馬、なんだっけ、あの笹川翼騎手が乗った馬、思い出せねえんだよな、あんまり馬の名前って。あ、お前、ノブローズだ。ノブローズみたいにね、今、4. 点何倍とかまで行くのかなと思ったら、今回、今のところはね、行ってないんでね、それほど。まあ、一桁台はまさかの銀ちゃんのみということでね。まあ、コバ相手にまた爆速すんのが。勝ってくれたらありがたいけどな、本当に。賞金動向じゃなくて。まあ、これで今、200万稼いだ場合には740万になるんで、まあ、最悪 JRA のね、1000万件の試合、まあ、中山開催でも乗り込んでいいんじゃないですかね。地方の騎手持ってって。まあ、もし今、銀ちゃんがね、このまま5連勝でもして JRA に戻るときは、まあ、星野忍調教師のところ戻るか、お兄さんの水野隆弘調教師のところ戻るかですかね。まあ、どっちにしろ銀ちゃんね、当分は地方で荒稼ぎしていってからね、重賞バンバコ買ってもらいましょうかね。まあ、今回この距離1600でね、コバに勝てればね、どんどん上のランク行って、まあ、いいとこまで行けばね、来年の、スパーキングレディーカップの G3 もね、ホワイトフーガとかが引退しまえば、まあララベルも引退しちゃってね。まあ、ただ3歳牝馬あれか、クイーンマンボとかあれいるんだよな、こういうのが。だからその辺がちょっとどんなかかんないですけどね、まあ重賞は狙いに行ってほしいですね、銀ちゃんにだけは。だけは。まあ、あとの地方馬はどうでもいいんでね、言い方ですけど。ただ、金賞ドリームとな、C1、C2 で練習試合してほしいんだけど、無理そうかな、このまま行くと。まあ、とりあえずはね、今現在、完全にね、銀ちゃんが、一強状態でございますんでね、購入する方は本当に要注意でございます。まさかここまで銀ちゃんが伸びると思ってなかったんでね、俺自身が。最悪3連単買った場合、2等、3等、5等なんで、いくらだ
300、300、600、1200円か。1200円だと3メートルどこまで買えるんだ。1200円だと、84までか、ギリギリ。ここまでですね。1284。まあ、12頭に入れてるんだ、俺意外と。まあ一応俺が買ったのが、一応こんな感じなんでね。まあちょっと今現在のオッズ見ていきましょうかね。82入れて、4513.7と19.7。で、4入れてないんで、8512で、28.9倍。81213入れてないか。854で、39.7倍。8127で42.7倍。12844入れて、58.7倍。で、8513買ってないか。84入れてないな。1285で68.4倍。そんぐらいですかね。俺のオッズは。まあ、俺は基本的にはね、まあ、12の黒ひげにもね、一応推奨してるんで勝ってほしいですけど、まあ、今回はね、8番銀ちゃん、圧倒的本命にしましょうかね。しましょうかね。って言って、前回5番人気の馬の柳生宿直の蹴ったらばっこり来られたんでね。まあ、今回ちょっと5番人気あたりの馬にはね、気をつけましょうかね。確かあの日5番人気の馬にもう1回やられたんだよな、3連複。すっげえ気が悪かったんですよ、あの時。まあ、とりあえずね、今から、川崎馬場で馬券買いに行っていきたいと思います。というわけでね、本当に今日の動画ね、銀ちゃんのレース映像が、残ってるだけで、後の動画終わりにしたいと思います。ではまた次回の何かの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。